はい、おはようございます。シャスくんです。よろしくお願いします。じゃあボヨン一匹縛りプレイ銀バージョンのおたちでね、おたちバージョン、ポケットモンスター銀おたちバージョンかいきたいと思います。はい、じゃあ赤いギャロスからね。まあここはまあ恒例でもないな、やってない時もあるけど、ここでねメザパガチャ行きましょう。とりあえずポッキーのメザパ、岩がいいよね。岩、ここでとりあえず抜群を取ろう。まあ、てか物理技がいい。とにかくあら弱すぎるいや、なんだろうねわかんないけど、もうわかんないけど、いらないのは間違いないあんな弱いことある？当倍、いや、まあ草とかかな草とかだよね、多分。あー、ちょっと次で負けちゃう。倒そう。ワンチャン、うつしおのために捕まえようと思ったけど、倒しときましょう。可能性あんの何？草、氷。物理技ってことはないよね、あれ。威力がどんなに低くても。ああ。ほんと草氷、あ、まあゴーストとか、まあわかんないか。まあいっぱいあるね、候補は。まあとりあえずいらないんでね、消しましょう。うん。雷パーンチにしよっかな。でもそしたら冷凍パンチいらんのよな。炎のパンチの方がいいか。まあ連続切り爆裂パンチもあるけど。まあその辺はジムに合わせてやっていくか。まあとりあえずあ、ロケット弾潰しましょう。はい、ということで問題のシーン、高い光線ドーン、はい、パワハラパワハラとかいう問題じゃないけど、あーそうだ、目覚めるパワーね、忘れさせて、あの炎のパンチ買ってなかったんでね、雷パンチ覚えさせました。まあ、冷凍パンチあるんでいらないんですけど。まあ、PP 的にね、一応覚えさせて、持ち物を磁石にしときましたね。まあ、特にね、いや、普通になんで炎のパンチ買ってないんだろう。いらないよね。共存できてないよね。まあ、こんな感じですね。まあ、爆裂パンチ覚えてもいいけどね。あ、でもちょっと、ストーリー進める上ではちょっと、いまいちなんだよね。ヘッド戦では使うと思うけど、 PP 少ない技はちょっとね。はい、雷パンチ結構好きなんですよね、これかっこいい。でも小金でさ、いきなりあんないろんな種類の買えるのいいよね。なんか結構買ってたな最初。爆風でもオーダイルでも買えるもんね。冷凍パンチと雷パンチか、炎のパンチもか。ありがたいね。はい。まあ、だからこそ、かな、金、銀はやっぱちょっと簡単に感じるよな。えい、えい、えい。で、今日はね、あ、そう、あれなんですよ。今、連休前の、ああ仕事終わりか脳みそが活発に動いていないな。なんでちょっとね、この連休はね、ちょっと YouTube に捧げたいと思っていますね。まあ、何するかは全然考えてないんですけど、ちょっと難しいの一個ね、やりときたいな。普段さ、休みがまあ、週にあるんですけど、まあ、不定休なんで、あんまり、連休ってあんまりないんですよね、普段は。でもなんか3週連続で連休だったんですけど、まあ、動画で言ってた通りね、風俗に行ってしまったんで、でね、風俗に行った後、そのままスロットに行っちゃうんですよ、僕。なんで、
最初風俗行ってスロット行ってもう9時ぐらい家に帰ってきたら、そうで次の週も全く同じことをしてしまったので、結局ね連休せっかくあったのに1日しかできなかったんですよね。まあ、だからなんか無駄にカツカツになったんですけど、まあ、やっぱね、推しができるとさ、人生は豊かなんですけど、ちょっと支障出るよね、いろんなとこに。まあ、なんで明日明後日は我慢してね。まあ、なんだったら明日もうなんか売り切れてましたね。人気になっちゃうな。人気になる前にもうちょっと良客として認めてほしいな。まあなんで今週は我慢して、来週も忙しいから多分無理で、どうしよう。まあそんな感じでね、このもう丸々もう休み前の今と休み丸々2日間でね、何したろっかなって思ってますけど、あれ俺スイッチ切ったっけ今。切ってねえな多分。いつも忘れんだよなぁ。まあ、話してると忘れちゃうんだよね。まあ、大立ちはね、簡単にクリアできるでしょうよ。で、初代でごめんなさい。一回多分簡単なの挟むんですけど、この間でね、やりたいのほんとずっと言ってるけど、二つあるんですけどね、なかなか、準備すら終わってないからな。これはせめて終わらせるか。楽しみだわ。まあ、やっぱね、このゲーム実況もね、今、生活の一部なんですよね、結構。まあ、みんなとね、コメントで絡めているのもね、ぼっちの俺としては嬉しいですし。まあ、嬉しい。嬉しいだね。寂しくない。なんだろう。ああ、そういえば、あれです。彼女と猫がね、出てってから丸3年経ちましたね。確か3年前の今日ぐらいだった気がする。引っ越してすぐだったからな。そうなんですよ。寂しんぼ記念ですね、今日は。まあ、そんなのを覚えてるっていうことは、めめしいんでしょうね、俺は。まあ、どっちかっていうと、猫の方が悲しかったな。もうその時点ではさ、もう寝取られた後だったんで、あ、寝取られ話を知らない人は、あ、でもどのポケモンで行ったか覚えてないな。まあ、寝取られたんですけど、寝取られた、いや寝取られたじゃない、ワンナイトして帰ってきた俺が分かっちゃったんですよね。はい、まあそうなんですよ。だからなんだっけ。まあ、めめしいのかな。なんか覚えてんですよね。ちょうどね、この、あれなんだよな。お店、新しく建てた時期っていうのも印象的だから覚えてんのかな。ちょうどね、もうすぐ2周年なんですけど、お店が。あとね、あ、でもこれはダメか。見バレしちゃうわ。危ねえ。まあ見バレ別にいいんですけど。もうあんまり、あれだな。下ネタばっか言ってるから。まあこんな、寂しんぼな俺。はい。ポケモンやってね。ポケモンで救われてるよ。あと最近、最近は推しね、推しプキピね。このなー、いやちょっとまだ思いついてないんだよな。この2日でほんと新しいの、頑張ろう。いやほんとね、あれなんですよ、急にね YouTube のモチベがすごい上がったんですよね最近。まあなんか、でもやっぱ、
でも楽しんでやりたいからね。あんまりゴリゴリな縛りプレイとかちょっとできないんですけど、まあでもまあ多分ねやれるんで、ちょっといつもよりはむずそうな感じのやつね。まあ投稿するのは多分週間後ぐらいになっちゃうかな。そんなかかんないか。楽しみにしていただけると嬉しいですね。うん、本当でもなんかあれだな、スムーズすぎてさ、なんか大太刀について話すこともないんですよね。もうボッキーの、あ、でもボッキーの話といえばあれだね、みんな慰めてくれて本当ありがとうございます。あのちょうどパート1のコメントをね見終わったぐらいだったんですけど、ね、やっぱみんな30代になると息子がね、あれと、悪いと、たちが、子たちが悪いということで慰めてくれたんですけど、まあでも確かに俺ほんとちょうど2年って言ってたっけ、多分3年ぐらい、なんて言うんだ、言えばいい、多分直接的な言い方ってあんま、バンされるというか警告とかつくかな、あんま知らないんだけど、まあいっか、セックスしてなかったんで、気づかなかったんですよ自分では、この衰えにね、俺だけなのかなって思って、これそう今仕事場でもねみんなに聞いたんですよ。でもやっぱみんなそうなんだね。でも悲しいよね。でも多分さ、その男優さんとかはさ、ちゃんと食事とかでなんかそういう、まああと、まあ、精力剤とかもあんのか。で、維持してるっぽいからさ、見習いたいよね。いやちょっとだってね、嫌だったもんな、普通に。一回、耐えちゃって、一回口でまたやってもらうっていう、悲しいね、悲しいお願いをせざるを得なかった。ちょっと、悲しかったな、ほんと。ちょっと、あれだな。勉強が必要だ、これは。はい。残り2体は飛ばしますね。マルマインちゃん。あ、眠る。飛ばすと間悪いな。眠るはいらないよね。はい。じゃあ飛ばします。はい。ということでね、無事マルマインを、無事の飯だと。いやーん。今回順調だな。これ、大太刀さ、詰まる場所ある？これ、今後。なさそうじゃない？いや、多分だけどさ、丹波ジムで詰まんなきゃいけなかったんだよ。まあ、動画的にはね。でも、まあまあ、爆運だったからね。はい、じゃあ、長寿ジムね。まあ、なんで、今後なんかもう、これ、詰まらない気がすんだけど、わお。まあ、炎のパンチ、ここ、まあ、あってもいいけど、まあ、なくていいよね。まあ、穴を掘るでいいよね。うん。穴を掘るじゃダメか。等倍か。まあ、頭突きでいけるでしょう。だからさ、まあ、息吹も大丈夫だね。なんかあれだな。なんか、結構今ね、逆に困ってるんですよね。まあ、ある程度スムーズにいくとは思ってたけど、思った以上にね。レベルがなんか思ったより上がってないなーぐらい。ああ、でもパルシェンは一撃で落とせるんですね。ありがたいね。パルシェンまだ嫌いだからね。弱くのせいで。はい。弱くがさ、本当はあれだったわ。弱く、ん？弱くの投稿が昨日終わったのか。みんなね、褒めてくれて嬉しかったです、ほんと。イワーク思ったより難かったからな。これでもさ、イワーク
あれだったけど、ほんとサイフォン俺ずっと気にしてんだけど、サイフォン大丈夫なんかね。サイドンがさ、一撃でやられるんだとしたら、先制取れなかったらもう地割れも無理だし、どうすんだろう。ギリギリ前取っとこう。倒せねえんだ、しかも。まあ、特防高いか。攻撃下がったら嫌だぐらい。オッケー。磁石持ってるよ、この雷パンチ一応。唯一ね、持ってる今、攻撃上がるやつ。磁石ね。日曜だっけ?がくれたやつね。えい。急所で終わっても全然いいです。あ、なんか思ったより強い。思ったより強いけど、このさ、こっちもあっちも全然受けない泥試合が続きそうだよね。しかも攻撃下がったの結構嫌だし。最後のイノムだるいね。はい。やめてよ。あ、オッケー、さすがにね。イノムは雷パンチは効かないもんね。嫌ですね。39で。まあ、素早さも90か。こんぐらい上がってくれるのであれば、多分、天皇でも先制は取れていく。思ったより当てた。乱れ月。あ、まあ5か。これは勝ちますね。でも今後もさ、大立ちこの、なんか、3ターンぐらい戦いが、続きそうで嫌だな。これ一番つまんないんだよね、これ。ふひるんだ、よかった。ふはぁ、ダメだ。うぜぇ。もうちょっと与えなくてよかったのに。イルミか、急所は欲しいけどね。えい。急所。もう急所で終われ。イルミ。ああ、怖い。ふはあぶねぇ。いや、なんかこのお立ち運いいな。ありがたいね。やりました。なんかさ、苦戦を忘れてんのかな、なんか微妙だよね。ほんと。なんか何とも言えないです、こいつ。あ、特殊上がるとね、ありがとうございます。これは全然いらない。換金しますね。わかった。冬の厳しさを教えるだって。もうすぐ、冬か。9月だけどまだ。はい、じゃあラジオ等行きましょう。たまー、最近飛ばしてたから、まあ。スムーズだしね。ここも移そうかなーとか思ってるんですけど、結局さ、仕事、そう、前回の動画から、仕事しかしてないんで、特に喋ることもないっていうのをね、今気づきました。うん。そうなんだよね。あのさ、例えばさ、ボイキングの指を振るとかだったらさ、特に何も喋んなくても、この場の出た技でテンション上がるからよかったんだけど、なんか前回のイワークはさ、時間かかっちゃったから、もうイワークで全部話しちゃったんだよね。まあ、イワークとオタチの第1回目でね。だからさ、あれなんだよな。あ、これこっちがいいか。でもオタチの2から、こっから、始まる3話は、もう、仕事しかしてない俺だから困っちゃうよね。いや、しかも特にさ、オタチ、このオタチなんか、地味だな、お前。今更だけど、なんか地味だな、すげえ可愛いんだけどさ。胴長ポケモンでね。あ、胴長ポケモンであれだわ。の思い出一個あったわ。僕は身長ね、これまあ自慢なんですけど、180センチあるんですよ。まあ自慢になるかわかんないんですけど。なんですけど、高校生のさ、最後、身長、まあ、4センチ伸びたんですよ。高3か、高2か忘れたけど。その時、まだ座高ってさ、今測んないっぽいけど、
まあ、座高も測ってたんで、身長が4センチ伸びて、座高がね、3センチ伸びてたんですよ。はい。つまり、足の3倍胴が伸びてしまったから、まあ、そりゃ短足になるよね。いや、それがさ、まあ、いつからその割合だったかわかんないけど、それ、ずっとそういう比率だったらって思うと、俺、めちゃくちゃ足短いんじゃねえかなって思ってんだけど、足短いって、どう？でもな、今、割ってた足の方見たけど、やっぱ短い。うん。やっぱ長い方がかっこよく見えるよね、なんか。まあ、もうかっこよく見られる年でもない気がするんだけど。まあ、年でもない、と思うとか言ったけど、こないださ、そう、あれ。バイトの子に、バイトの子が、他のバイト先の店長さんがね、30歳のその、店長の人が、30っておじさんなの？で、その、子に聞いたらしいんです。まあ、その子はまあ、なんて言ったか覚えてないんですけど、おじさんって何歳からなんですかねって流れになったんですよ。まあ確かになーって思って、でも俺個人的には、まあ、30かなって思ってるんですけど、まあ29、30ぐらい。まあおじさん、まあお兄さん、おじさん、うん、おじさん、むずいけど。いやでも俺は、その時、俺、でも、佐藤健と同い年だよって言ったんですけど、いいよ。まあ、そしたらじゃあおじさんじゃないのかな、みたいな。32、3だよね、確か。勝手に同い年だと錯覚してるだけかもしれないけど。でも、その時、自分で言っててすげえ、この人もこの人も同い年で、あのジャニーズの人は、年上だよって言って、ああ、じゃあ、やっぱ、33かな？まあ、おじさんじゃないんですね、みたいな流れになったんですよ。でも、俺は佐藤健じゃねえしなって思って、虚しくなったんだよな。いや、同い年のさ、やっぱ芸能人ってすごいよ。見た目すごいよ。まあ、努力してるんだろうけど、もちろん。にしてもすごい。うらやましいね。このまま、俺はどうなっていくんだろう。まあ、別に容姿を気にする必要もないんだけどね。特になんかあるわけでもないんで。悲しいことにね。俺そう、そのさ、彼女、住んでた彼女が出てったタイミングで、あ、俺は結婚向いてないなって思ったんですよ。まあ、というか、その、同棲してる時点で。まあ、だから出てった瞬間に、もう、あ、俺多分もうこれ独身だなって、もう勝手に思っちゃったんで、多分ずっと独り身なんですよ、これから。なんならもう彼女も作る気が1ミリもないので、はい。まあ、作る気がないって言ったらちょっと調子乗ってる感じになる。まあ、作れないんで、確かに。うん。どうしたら、俺、今後の人生どうしたらいいですか？いや、でもさ、これ、冷静になんだけど、俺の世話をする人がいないわけじゃないですか。将来ね。どうするんだろうね、俺。とかは思ったりするよね。話重。はい。すっげえ中途半端なとこから、ライバル戦来ちゃった。いや、ほんとでもさ、それは思うんだよな。
や、でも仮にだけどさ、今俺がじゃないわ。このまま、でも今結婚しても子供産まんしな、絶対。うん。まあ、そうね。寂しく生きていこう。あー、やだ。混乱はやだ。混乱はね、いやでも、なんか、今回は運いいからいける気がするんだよな。無理でした。混乱は無理でしたね。いやでもほんと前回のさ、あれ、丹波のジムリーダー、シジマか。シジマとみかんは、ほんと運良かったよな。一匹目とは思えない苦戦の仕方したけど大丈夫か？ふふは。うん。回復アイテムそんな持ってきてねえけど。能力がね、実に、実に器用貧乏。やっぱ器用貧乏タイプはさ、わあ、なんか、うん。やっぱ大太刀って、あんま、なんか大太刀ってほんとみんな、あれじゃない？小金で切らない？こいつ。俺だけかな？なんか切るよね、こいつ。なんか弱いもんね。使い方次第なのかな？まあ、いろんな技を覚えて、楽しいっちゃ楽しいけどね。呪いやれ、呪い。やるんですね。倒さないとまずいよ。倒さないとちょっとまずいよ。あ、オッケーオッケー。やっぱレッド戦だけだな、あとは。ニューラね。氷か。やる技ねえな。でもあいつは防御が低い。もう使ったから知っている。倒すんじゃないの？ああ、あ、嫌な音。あ、残念すぎて、なんかさっきから全然攻撃受けないな。いや、なんか多分カットしてるんだけど、ドガースさ、6体使ってくる、あれ、幹部の人もなんかちょろかったんだよね。煙幕避けまくって。火炎車ある？あー、火炎車ちょっと怪しくね、64。大丈夫かな？火炎車懐かしいな。火炎車覚えた時結構感動したんだよね。名前がかっこよくて。もう冷静に考えるとどんな技か全然わかんないよね。火炎車。まあ、縦に回るんだかな。火炎車って何？わからな。パワハラね。パワハラか。3年前ぐらいから、本当に、スタッフに気使うんだよな。パワハラ気をつけてって言われるから。そしたら、ラジオ、これ俺、ちょい押しうま。コントローラーのちょい押しうまくね。いや、幹部戦から行こうかな。はい。ほい。そしたら、カードキー手に入れたんで、行きましょう。あれ？何の話してたか分かんない。忘れちゃった。今、パンザハウスの YouTube 見てました。面白いんでみんな見ましょう。パンザハウス女子会見てましたよ。やっぱさ、アダルトな女優の人っていいよね。うん。はっきりしてていいね。そして綺麗。完成されている。最近、一押しのね、人が変わりましたね。でもこういうのってさ、大々、まあ、いっか。まあ、とても可愛いです。そう、こういうのって名前は言っていいもんなんですか？まあ、別に悪いこと言ってるわけじゃないからいいのかな。俺さ、あれなんですよ。動画上のルール的なこと何も知らないので、YouTube のガイドラインもちゃんと読んでないし、うん。見る側もさ、あんましてきてないから。なんかよくあるじゃん。他の
配信者の人のとこで他の配信者のその名前は出すのどうなのみたいな聞いたことあるんですけど、まあ、別に好き嫌いを言う分にはいいよね。まあそんな感じで最近ね好きな女優さんができたんで今度言いますね。じゃあ今度じゃなくていいじゃんって感じなんだけど、ほんと綺麗ですよね。これ撮り終わった後見ようかな。穴を掘る、うん、今ちょうどさこのファンザハウス女子会で初めて男の家に行った時これがあったら私冷めちゃいますっていうお題について話してたんだけどさ、いやマジタイムリーでちょっと笑っちゃったんだけど、ゴリゴリのゲーム部屋、ゴリゴリのゲーム部屋があって登録者が500何人の人だったらちょっと嫌だなみたいな、あれね、ゴリゴリのゲーム部屋って照明落としてさ LED ランプみたいのがついててみたいなかっこいい部屋あるじゃん。あれ俺ずっとかっこいいと思ってたんですけど女の人から見るとかっこよくないんですね、あれ。ああ恥ずかしい。やっぱ男の子ってさずっと男の子だからそういう闇っぽい空間かっこいいと思っちゃうよね、うん。まあ、ちなみに俺はねこのゲーム配信多分動画を投稿している人の中で一番しょぼい自信あります、ね、うん。リビングの普通のテレビにこうモニターにしてノートパソコンにご飯食べる用のテーブルの上にさノートパソコン置いてどこにつなげてやってるから、ね、マジでしょぼいと思うわこれ。さすがにひでえなって思う。これでよく動画作れんなって思うぐらいしょぼい環境です。うん、まあ、だから画質もねやっぱ悪いよね。俺この間自分の動画ちゃんと YouTube 上で見たの初めてだったんだけど思った以上に画質悪かったな。皆さんマジでごめんなさい。これでもさ俺詳しくないからさ配膳がむずいんだよな。まあまあまあいずれね、ほんと結構ないずれだけどほんといずれちゃんとしますね。まあでもそもそもスーファミのソフトって時点で画質荒くなりそうだけど、あんま知らないけど。ADM、うん、わかんない。もういいや。ちょっと難しいな、置いとこ。まあこんなあんま機械に疎い感じですけど、まあちゃんと理系ですよ。工学部ですよ。全然工学部明けで飲食店入ったけど。プログラムとかの授業ばっかだったのに何にも身になんなかったね。うん、全然覚えらんなかった。プログラマーの人生の方が良かったかな。飲食店ね俺確実に向いてないんですよね。はい、じゃあふすべいきます。これ冷凍パンチとね雷パンチあるんで余裕っしょ。特殊低いけどね。特殊技覚えるけど、いやどうなんだろうね。ちょっとレベル上がるときの能力ちゃんと見てなかったからあれなんですけど、あん頭突きの方が強い説あるよなこれ。いやそれもないか。思ったより一撃なんだ。じゃあここで冷凍パンチ楽なのはありがたいな。結構これだったら結構さ、渡るも期待できない。まあ、ミニ竜とはいえ2発で落ちるよね、多分、海竜。なんなら4倍だったら一撃なんじゃない？これ結構ありがたいよ。あとか、溶けない氷取ったから、それも持たせればね。
今んとこ苦戦しそうなのはやっぱリザードンかな。リザードン不思議罠ちょっと怪しいよね。カメックスもか。お三軒ってやっぱ強えな、なんだかんだ。よし、まあ、2回は飛ばして、まあ、こいつからね。ムカつく女のドラゴンをさっさと倒したいね。あんま良くないね、女は。ミニ竜。でもどうしようか。これ、あいつ白竜。キングドラだっけ？そしたら、磁石の方がいいよね。白竜も普通に一撃なんだ。こんなにさ、特防低いんだっけ？そんな氷だからってこんな食らうことある？急所、急所そういえば久しぶりに見たな。全然今日急所出ないな。運悪いな。とか、前回から全然出ない気がする。おい。世界で一番のドラゴン使いね。ほんとかな。出会ったドラゴン使いで一番弱いけどな、ほんと。このジムトレーナー抜けばね。はい。いい武器。この、いや、この白竜、一個前のトレーナーより一レベしか変わんないじゃん。じゃあ、一撃でしょうね、おそらく。だよね、さすがに。本当に？あれ、一個前の白竜、もうちょっとレベル差が低かったっけ？俺の勘違いか。ビビったわ、今。勝手な勘違いでね。白竜か。キングドラパターンじゃないの。これ、そうすると電磁波受けるとだるいですね。急所、もう一回来てもいいよ。これ。いや、運良くすぎない？事務戦の、いや、急所今じゃないな。ちょっと、今のでずれた気がする。にしても、事務戦の運が良すぎる。ボッキーちゃーん。こんなにスムーズに倒しすぎても困っちゃうよ、こっちも。なんだ、そろそろ。待って、磁石つけてると効かなくなるとかある？もしかして。そういう特殊効果ある？ないよね。急所また2回目で。意味ないって。やるんだとしたら今運良すぎるわって言ってたのめちゃくちゃ恥ずかしいけど。くらえ！あれ？あれ？ドラゴン水だっけこいつ。ドラゴン水か。ドラゴン水って弱点あんの？氷弱点。わかんない全然。等倍だよね。ですよね。すいません。これ、キングドラって弱点ある？ないんじゃない？もしかしてないの？岩か。岩ぐらいか。そうなんだ。めちゃ強くない？そうなんだ。キングドラってさ、いや、王者の印ってさ、なんとなくキングドラに使いたくないよね。俺だけかな。キングドラ唯一俺さ、子供の時かっこ悪いなって思っちゃったんだよ。唯一っていうか王者の印で進化するポケモンでね。やっぱニョロトノとさ、優勝？なんだバカタレ。今じゃねえだろう。いやー、なえたわ。実はさ、初めてジムリーダーに負けてない？ちょっと待って、ヒワダと桔梗じゃない。ヒワダと桔梗覚えてないや。なんか結構、なんだかんだ、スムーズに来てたのに。ムカつくわ。受けるんじゃん。じゃあさっき本当俺運だけで3連続、避けたってこと？電磁波？どうなの？そっか。これ、なんか条件悪いな、さっきより。麻痺をすでに受けてしまっているからね。ど忘れか。ありがてえ。覚えよ。どうしようか、これ。むずいな。穴を掘るさ。俺、ピカチュウを恐れているんですよね、結構。甘えるやられたら勝てないから。悩ましいな。でも今雷パンチいらないもんね。
とりあえず雷パンチ消そう。はい。で、雷パンチは、とかはいつでも覚えられるんで、そしたらドアスレ入れとこうかな。なるほどね。でも急所だと関係ない。うぅ。ドアスレはさすがに必要だよな。レッド戦で必要だと思うわ。無理だと思う、ないと。レッド戦って、物理技使ってくんのカビゴンだけだもんね。それが唯一弱いとこよね、彼の。え？なんか急に運悪いんだけど、めちゃくちゃ。すげえやだ。回復の釣りあったっけな。なかったらしんどいね、これ。倒せないじゃん。まあまあ、まだいける。で、次回復でしょ？あぶねえ。切れるとこだった。一瞬黙っちゃったもんな。この、いつもよりダメージを受けた段階で、イラってしたからな。あ、冷凍パンチね。いいね。一撃じゃないからな。でもこれ、白竜であれなら、やっぱ海竜一撃説あるよ。これ一回冷凍パンチ当ててから、何でもなく使おうかね。まあ、ドアスレ一回入れてるんで。いや、痺れ多くね？痺れ多すぎるよね、さすがに。痺れって 25%、 いや、忘れちゃうんだよな。25% と 30% のやつを忘れられちゃう。はい、麻痺直して、OK！ 回復して電磁波って言おうと思ったら、避けました。電磁波ってそんな命中力低いの？また急所倒せるときにやってる。急所変なとこで引くんだよな。まあ、これドアスレ入れてるんでもう大丈夫でしょうね。頭突きで氷をしましょう。だとしたらピンクのリボンを持たせればよかった。あー、竜の息吹、竜の息吹、なんで波乗りじゃないんだ。麻痺も狙ってるってこと？ついでにやらしいやつですね。ひるめ、あはははい、ド忘れしたらちゃんと赤い光線してくんじゃん。暗いな。はい。こんな感じで簡単でしたね。負けたけど。やりました。この私が負けるなんて信頼は、これ嫌いだわ。ほんと嫌い。毎回嫌い。いや、でもだって使う人好きじゃない。たまには言うけどさ。金髪するの良くないよ、それは。よし。まあ、とりあえずいっか。まあ、そんな感じでね。今回はこの辺で終わろうかな。うん。まあ、いぶきに負けたのがちょっと嫌でしたけど。まあ、四天王、結構いけそうだよね。このまま進んでも関東のジムでちょっと、微妙なんじゃねえぐらいな強さな気がするけど。まあ、なんとかクリアしていきましょう。はい、ということで、いつもご視聴ありがとうございます。コメント、高評価、本当にありがとうございます。また次回もよかったら、よろしくお願いします。バイバーイ。